総広森は中華民国の軍人。兵玉賞率いる国民軍などで参謀長の養殖を務め、後に国民革命軍でも活動した軍人である。名は名高志だが、字の広森で知られる。はじめは、旧学を学んでいたが、後に軍人を志し、後世陸軍小学堂、南京陸軍第四中学に入学する。1909年。 日本に留学し、東京新武学校に入学した。1911年に卒業、帰国し、翌1912年に、後生と特府で任用されている。間もなく、保定陸軍軍艦学校第一期不評科として入学したが、卒業はしなかった。1913年夏、李歴等支配科として、第二革命に参加したが、敗北して、日本に亡命する。 その後、南洋へ、しばらく外遊した。1915年中、翌年、第二軍の関東攻略に参加し、戦後に、第二軍が中越天軍第三市、第四市の二個市に改編されると、総は、第三市、第三十一団団長となっている。1918年以降は、孫文の古法運動に参加し、越小変貌軍務正弁所副官長、 大本水府少々さん、円滑羅第三祖寺軍参謀長を歴任した。1920年、孫文の自衛副官に任せられ、翌1921年に、総は再び日本に留学し、陸軍大学校で学ぶ。1924年に卒業、帰国すると、総広森は孫文の総自衛に任命された。翌年月に孫が死去すると、総は、 ディ・レヒト氏の推薦により、表所を率いる国民軍に加入した。1926年初めに、西北変貌、ただ主弁書参謀長に任せられ、同年5月の南口大戦でも指揮に加わっている。同年9月、抗原受け死により、国民軍が国民連ね軍へ改組され、僧が引き続き参謀長を務めた。翌年の国民革命軍、 第2集団軍への改祖でも総参謀長となっている。1928年3月、総広志森は国民政府軍事委員会委員を兼任し、10月に厚生省政府建設庁長,長長に就任、さらに11月には軍政部陸軍署署長に移っている。1931年1月、軍政部長務次長に昇進し、1932年4月、軍事委員会、 第二朝陸軍軍事署所長となった。同年夏には、予学官総秘総司令部参謀長として、中国共産党討伐に従事している。1935年4月、陸軍中上位を授与され、1936年12月には、軍政部政務次長となっている。日中戦争勃発後も、総広森は引き続き軍政部政務次長を務め、公戦体制の整備に尽力した。 1942年2月、厚生省政府主席に就任、さらに翌年5月には、全省法案指令も兼ね、対日戦の指揮に加わっている。1945年5月に、中国国民党第6期中央監察院に選出された。戦後の1946年3月、総広志森は、厚生省政府主席を辞任、同年11月に、 政権国民大会代表に選出された。翌1947年3月には観察院、観察委員に就任している。同年冬、陸軍上昇を授与され、予備役に退いている。国境内戦で国民党が敗北すると、そうも台湾へ逃れた。1952年2月5日、台北市にて病没。去年67。 ありがとうございます。